聖火女子高等学校は、福岡県福岡市博多区住吉4丁目に位置する私立高等学校。通称は、聖火。全日制の家庭に、普通科及び看護科、看護専攻科を設置している。いずれも全日制家庭。新公務上新旅勤弁自主協同を訓に掲げている。体育部文化部水槽学部が全国的に有名で、1978年に、 同校教師の藤重義久が部員5名で総部。1990年、全日本水奏楽コンクール全国大会に初出場し、1994年の同大会で金賞を初受賞して、以来、2017年までに21回出場し、金賞を12回受賞。全日本マーチングコンテストには、2018年、 大会まで20回出場しすべての回で金賞を受賞。さらにマーチング賞バンド世界大会で総合優勝を2回果たすなどの実績がある。郊外のホールにおける定期演奏会、サマーコンサートを開催しているほか、近隣の各種イベントでも年100回近くの演奏を行うことがあり、2010年には上海国際博覧会パレードにも出演したほか、福岡や福岡、 ドームにおける福岡ソフトバンクホークスの2012、2014、2015年公式戦、開幕セレモニーや、2017年、高野祭典試合前セレモニーなどにおいて、パフォーマンスを披露した。2014年2月12日には、ドームが演奏する17曲を収録した、CD、熱血、ブラバン少女が、SME レコーズより発売された。そして、 2015年3月2日に一般社団法人日本レコード協会より発表された第29回日本ゴールドディスク大賞のクラシックアルバムオブザイヤー賞を獲得した。2017年3月にこの CD をモチーフとした舞台作品の熱血ブラバン少女が博多座で上演。主演は博多花丸作演出は G2 が務めた。 バスケットボール部も県内屈指の強豪であり、インターハイウィンターカップに出場している。ダンス部も全国大会上連行。夏の日本高校ダンス部選手権、全国大会において2015年に優勝している。卒業生中退、吹奏楽部の主な活躍。聖火女子高等学校。2017年12月9日閲覧。熱血。ブラバン少女。 女子高生楽団 CD デビュー、福岡市の聖火女子校西日本新聞、2014年2月10日、女子校吹奏楽部が劇中で、生演奏、熱血、ブラバン少女。主演は、博多花丸。ステージナタリー。http コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュステージスラッシュニューススラッシュ1879282016年5月23日閲覧。 ありがとうございます。